皆さんこんにちは。今回は80代目前にもかかわらず精力的に活動を続けている園真理さんについて。園真理さんさんはこれまでに一度も結婚歴がなく、子供もいない独身生活を貫いています。その園真理さん、未婚理由は一体何なのでしょうか。また現在老人ホームに入居しているとの噂や病気についても調査しました。ぜひ最後までご視聴ください。園真理さんは1944年4月12日生まれ、神奈川県横浜市保土ヶ谷出身の歌手です。本名は園部真理子です。2歳の時に父親の実家がある群馬県に疎開し、疎開中に園真理さんをおんぶしていた近所の子供が園真理さんを落としてしまい、左肘の関節を脱臼。すぐ母親が接骨院に連れて行きましたが、それから肘は曲がったままになってしまったとか。小学校に入学したことを機に曲がった骨を削る手術を受け無事に成功。1ヶ月ほど病院に入院し、看護師に優しくしてもらったことから将来は看護師になりたかったと言います。父親は定職にはついておらず、ふらっと家を出ると何週間も帰らないこともあり、生活は母親が内職をして支えていました。園真理さんが歌手を目指すようになったのは、小学校の先生の歌が上手だから歌の道に進まれたらどうですかの言葉がきっかけだったといいます。当時園真理さんは歌は特に好きではありませんでしたが、父親が童謡歌手の安西愛子さん主催の合唱団に入団させました。父親はかつてオペラ歌手を目指していたそうで、園真理さんは父親の歌う「荒城の月」が子守歌代わりに育ったといい、その果たせなかった夢を託されたのだと思うと園真理さんは話しています。その後キング児童合唱団へ入団し、キングレコードから童謡「梅雨の玉コロリ」をリリース。中学卒業後は東洋音楽学校声楽科に進み、クラシック歌手を目指していましたが、父親がテレビ朝日の「あなたをスターに」というオーディション番組に勝手に応募。園真理さんは嫌々ながら出場しましたが、結果は優勝。その後父親に渡辺プロダクションの社長に家に連れて行かれると、作曲家の宮川泰史さんの伴奏で歌を歌わされ、これがデビューのきっかけになったといいます。それから1962年5月、鍛冶屋のルンバでレコードデビュー。当時18歳でした。園真理さんはデビュー後間もなく同じ事務所の中尾美恵さん、伊藤ゆかりさんと共にスパーク3人娘を結成。みるみるうちに国民的アイドルとなり、1963年と1964年には NHK 紅白歌合戦に出場。1965年以降はソロでの活動がメインになり、ドラマなどでも活躍しました。1966年と1967年にマルベル堂のブロマイド売り上げ女性歌手第1位に輝くほどの人気でした。そんな園真理さんは現在まで一度も結婚したことがなく、旦那も子供もいません。普段テレビやステージに出演している園真理さんを見ていても、家族や生活感というのを感じ取ることがほとんどできないため、結婚していないことに関して違和感はあまり感じません。とはいえ一人の人間であり女性でもありますので、結婚をしたいだとか子供が欲しいなどと思ったことはなかったのでしょうか。どうして園真理さんは独身を貫いているのか、その背景を探るべく園真理さんの生い立ちについて調べてみると、未婚である意外な理由が見つかりました。そもそも園真理さんは結婚願望がなかったわけではありませんでした。かつては結婚を本気で考えていた時期もあったのですが、父親がずっと家族に迷惑をかけてきており、父親と母親の折り合いが悪くなり両親が別居してしまいます。両親の別居を機に親子の絆が途絶えてしまっていたため、園真理さんは結婚か仕事かの狭間で揺れ動いた結果、最終的には仕事を選んだのです。園真理さんが家計の大黒柱として働いていたため、家族のために自分の結婚よりも仕事を選んだということです。園真理さんが芸能界デビューしたのは1956年のことで、当時の園真理さんの年齢は12歳でした。本名の園部真理子名義でキングレコードから「梅雨の玉コロリ」で童謡歌手としてデビューし、岸恵子さん、有馬稲子さんと共に
ミシンの広告モデルとしても活動するなど、子供の頃から芸能活動をしています。子供の頃から芸能活動をしていますので、若くして 5LDK の大きな家を買い、母親と姉の3人で暮らし、姉が結婚して家を出て行った後は母親との2人暮らしが長く続きました。年老いた母親の介護のために結婚しなかったのではないでしょうか。そのマリさんがそんな生活をしていた折に、友人から別の世界も見てみた方が良いと勧められ、42歳の段階で人生初の一人暮らしをスタートさせました。友人がそのマリさんに対して一人暮らしを勧めたのは、若くして売れっ子となったため、お茶の入れ方はもちろん、切符の買い方すら知らない現状だったからでした。またそのマリさんは若い頃から大物政治家の愛人だったとの噂があったり、作曲家の平尾正明さんと熱愛関係の噂もあったことから、決して男性運がなかったわけではないのですが、結婚にまで至ることはなかったのです。そんなそのマリさんですが、そのマリと検索していくと、老人ホームという関連ワードが表示されます。これはそのマリさんが老人ホームに入居したということなのでしょうか。しかし詳しく調査を進めていくと、正確にはそのマリさんは老人ホームに入所したのではなく、老人ホームを含めた福祉施設に慰問活動をしているそうです。コロナ禍ではなかなか思うような活動ができていませんでしたが、最近では徐々に慰問活動の頻度が高まっていて、全国各地の福祉施設を訪れては生歌を披露したり、施設の入所者と触れ合ったりと、ボランティアとして活動しているようです。老人ホームにいる方はそのマリさんと同じ世代でしょうから、自分と同じ世代のアイドルが来てくれて近くで見れたり歌を聴けたりというのは大変喜ばれるのではないでしょうか。またそのマリさんの病気についてですが、実はそのマリさんの過去には健康不安説が取り沙汰された時期がありました。そのマリさんは徹子の部屋に出演した際に、本人が乳がんだということを告白しました。しかしこの乳がんは幸いにも早期発見でがんが見つけることができ、乳がん発覚の2007年11月から翌年の2008年1月に入院し、乳房温存手術を受けたことで完治することができたのです。そのマリさんは現在に至るまで一度も乳がん再発することなく元気に過ごされているようです。そんなそのマリさんはがんサポートのインタビューを受けた際、自身のがんの体験について語りました。実はそのマリさんの家系はがんが多い家系だったといいます。母親が直腸がん、姉が甲状腺がんになったそうで、私も絶対がんになるだろうと思っていました。怖かったですね。ほとんどのがんは直接的には遺伝しませんが、がんになりやすい変異が受け継がれる場合があります。そのマリさんも自分もがんになるのではと意識はあったようですが、実際に自分にがんが発覚するとなると怖いですよね。そのマリさんの検診では、子宮がんの検診は何ともなかったそうですが、乳がんに検診についてそのマリさんは、乳がんの方は検診の予定日に NHK の生放送の仕事が入ってきて、それを口実に逃げたんです。ああ、よかったと。乳がんが発見されるのが怖かったんですね。結局乳がん検診は半年遅れました。その後左胸の付け根が痛むようになり、この痛みは何なんだろうと不安になったことから、そのマリさんも検診を受け、レントゲンを取った際にこれは悪性の可能性があると言われ、その後 MRI を受けてはっきりと乳がんですと告げられたそうです。そのマリさんが勇気を持って検診を受けたことで元気に暮らせている今があるということですね。またそのマリが乳がんであるということをスパーク3人娘の中尾美恵さんと伊藤ゆかりさんに相談したときに、切って取れば終わりというように励まされたといいます。ですがこの手術を受けた後の約5年間はホルモン療法の影響で苛立ちやむくみなどと格闘する日々が続いたそうです。そんな状況下でむくみを解消することを目的としたウォーキングと岩盤浴を取り入れたことで徐々にむくみが解消していったそうです。また食生活でも抜本的な見直しを行い、これまでの肉中心の食生活から
野菜や果物を積極的に摂取するように心がけた結果、乳がんを発症する前よりも健康な状態になることができました。当たり前のことではありますが、規則正しい生活は健康でいるための必須条件なんですね。また同じく徹子の部屋でそのマリさんは、前年8月に買い物途中に転倒し右足を骨折していたことを明かしました。救急車で運ばれ、4日後の手術からリハビリまで1ヶ月半の入院生活を経験したそうです。10月に3人娘のコンサートを控えていたそのマリさんは、今までならくじけていたリハビリもいつも以上に努力したと振り返りました。車椅子でも出たいと宣言したそのマリさんは、それを目標に努力。そして人生初となる車椅子で歌ったコンサートは、中尾さん、伊藤さんの協力もあり大成功したのでした。今までにない強い友情と絆を感じたと語っていました。番組ではコンサートの VTR を見ながら、二人には感謝しかないと涙を浮かべる様子もありました。また園さんは私生活についても告白し、足の骨折をきっかけに家族と生活し、そのままになっていたという一軒家とマンションの2軒を同時に処分し、コンパクトな住まいに転居したといいます。入院経験で今までの生活がいかに無駄で危険かに気づいたのが理由なのだと明かし、家の整理では一軒家だけで3日間かけトラック3台分の不要品が出たのだとか。それにはさすがの黒柳さんもびっくりしていました。そんなそのマリさんは2023年3月28日自身の公式ブログを更新し、自宅近くの飲食店で生姜焼きランチを完食した様子が綴られていました。大盛りとはいかないまでも、かなりの分量のお米が入ったお茶碗を片手に持ちながら大盛りの生姜焼きを食べている画像がアップされていたのですが、その食べっぷりに驚いたのももちろんですが、年齢からは想像もつかないような肌ツヤの良さにも驚きました。現在は定期的な活動は行わずに、ご自身のペースで不定期に地方公演を行ったり、先ほどもお伝えした福祉施設への慰問活動を行っています。今後伊藤ゆかりさん、中尾美恵さんとともにスパーク3人娘が見られる日が来るかもしれません。一時期は乳がんを患い、健康不安説が取り沙汰された時もありましたが、今では健康そのもので充実した日々を送っておられます。これからもずっとお元気でいていただきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。